ちゃって。おせえ、いつまで待たせちゃう。知らない番号だね。はい、山田です。あ、もしもし、俺だよ、俺。わかる？あ、なんだ。秋彦か。そうだよ、秋彦だよ。そして、騙された詐欺作戦に引っかかった犯人が東京駅に現れ、振り込め詐欺の犯人を逮捕することができました。これ買って見てみたら、現金を送ることはできません。詐欺などに注意ください。書いてあるんだけども、慌てちゃうと入れちゃうんですね。はい、こういったレターパック型っていうのがね、今流行ってるよということを覚えてください。早口言葉オレオレ詐欺もね、大変ね、分かりやすくお勉強させていただいて、また日立のね、警察署の、あの音楽隊の方、素晴らしかったです。息子を装って、今日の、あのお勉強と同じような内容でした。うん、でも声がね、とっても、あの自分、親ですからね、あの子供の声はよく分かりますので、うんうん、それを言ったら、ガチャって切られました。それからはかかってきません。我々の仕事というのはその、警察でですね、皆さんにその安全で安心な暮らしに役立つ情報を、いかにして発信していくか、でいかに分かりやすくということを考えております。そこで、まあ、音楽隊では今回のようなその寸劇ですね、こういうものを取り入れてですね、よりこの聞いていただける方が、あの、まあ、そういうどういうことに気をつけたらいいのか、そういうことをあの分かりやすく、するためにですね、やっております。今回はですね、あの、まあ、皆さんが楽しんでもらえるように面白おかしくやりましたけども、あの物語の中身はですね、とてもあの大事なことでして、まあ、こういうことにあの今日お話しさせていただいたことに気をつけていただければ、まあ、必ずその振り込め詐欺を防いでいくことができると考えておりますので、まあ、あのここに、ね、いらした方だけじゃなくて、まあ、あの今日音楽隊の演奏会でこういう寸劇を見てきたんだよと、家庭ですとか地域に、戻られた時にですね、またあの他の方にも広めていただきたいと思います。まあ、あの一度やればいいっていうような形じゃないと思いますので、こういうものはいろいろなところで地道な活動っていうものが必要なのかなと。ですから私たちも活動しますし、また地元に戻られた高齢者の方がですね、周りにいる方に注意をしていただくというものにつながっていけばいいのかなと。ですから今回ばかりじゃなくてですね、この後もですね、何かそういう機会がありましたらば続けていきたいなというふうに考えております。被害に遭わなかったことが何よりじゃない。でも自分の息子の声を間違えた。